た。カメラ高温だからもう帰りたい、うん、壊れたら壊れた。この30年間世界で戦える一人一人の日本人が出てきても、世界でトップクラスで輝けるような自動車産業以外の産業が出てきません。はい、じゃあこれで終わりますね。ちょっともうカメラがあっちっちになってますので切ります。ごめんなさいね皆さんね。はい、ありがとうございます。今回ね、もうさすがに9月だからどうかねと思ったら、やっぱりもうその時よりはマシだったんだけどもね、やっぱりこれカメラがもう全然限界来ちゃったんで途中で失礼しました。でも一瞬でもね、雰囲気は伝えられたのかなと思います。まあ、ともかくねすごい人で、銀座4丁目ですね、あの途中の道を挟んでですね、両側にですね、ざっと私数えても2000人以上ですね集まって、で、まあ、これがね、いろいろ政治情勢判断するとき大事なんですけども、かなりね動員されてたなと。でまずですね、小泉進次郎さんの前にね、前振りで、街宣車の上に乗っかってですね、辻清人さんっていうね地元の議員さんがですね立ったんですけど、基本的にはですね自民党総裁選で、小泉さんを支持する東京の議員たちですね、これがですね演説してたわけなんですよ。ですから、まあ、東京都連の方もね結構まとまった数ですね、小泉進次郎さんにもすでについてるなということが分かったわけです。それとですね、これ面白いんですけども、政治連盟の旗を持ってきてる方、要するに来てるぞっていうことをわざわざ旗で示しながらね、出してるってことは、これは逆に自民党の側から小泉進次郎の街頭宣伝に来てくださいねと、人を集めて来てくださいねって要するに要請がされたことが分かるんですよね。でこの方が今回見たのはですね、名前言っちゃっていいと思うんですけどね、旗出してから行政書士政治連盟の方々、この方々はですね東京都知事選の時も小池百合子、まあ、都知事のね最終演説なんかもね動員かかってきてましたよね。あるいはもう一つ言うとですね、衆議院のですね江東区の補選ですね、これの最終演説もですね小池百合子さんがですね、来る場所には来ていたと、まあ、そういう形で組織動員もねされていたということなんですね。で現場の中継でもお話ししたんですけどもね、小泉進次郎選対は、まあ、記者会見で、選対の方々がおっしゃったことによるとですね、まあ、単にこれ自民党の党員だけの、あるいは党の議員が中心になったですね運動だけにしないと、一般の国民のですねボランティアも求めて、今日のようなですね街頭演説の時はですね、大いにですね人集めとかいろいろですね小泉さんの政策をですね伝えるのに、まあ、力を発揮してもらうようなことで、出入りのしやすい事務所を設けるということで事務所を設けたわけですよね。そういう形で、国民参加型のですね総裁選にしようっていうこうポリシーを出してるわけですね。まあ、なんかこう見るとね、やっぱりねシナリオ作られてるなと。で今回ね明日はですね今度準備万端で今度大丈夫だと思うんですけどね、石破茂さん、亀有駅の南口でですね、夕方5時からやる、これもちょっと様子見に行きますけども、早くから昨日の配信あたりでも言ってたと思うんですけども、自民党のこの総裁選は最終決選投票がね、小泉進次郎氏と石破茂氏のですね 1-2 争いで、最終的に決選投票を持ち込まれて、小泉進次郎氏が当選して早々に解散総選挙をやるということ。早々に解散総選挙ってのは今日もうすでに小泉進次郎氏言ってました。その理由としてはね、やっぱりお金の問題、裏金問題、パーティー券裏金問題ですね。この問題で自民党の中ではいろいろ処理をしたと
処分もしたって言うんだけども、その後ですね、まだ国民の審判を得ていないと、だから早期に審判を得る必要があるんだということをですね、ちょうど我々撤収してるぐらいの時にちょっと流せるだけ流したんですけどね、小泉進次郎さんはですね話をしてました。まあ別にうがった言い方だとですね、今同時並行で進んでいる立憲民主党の代表選挙で、どうも野田佳彦元総理首相がですね有利で、まあ野田さんはいろいろですね、過去民主党政権が終わるきっかけを作った戦犯だなんて言われてるんだけども、私はでも、まあ、これは個人的な意見ですけどね、民主党政権でやった3人の首相の中で一番まともな首相だったなと、はっきり言うと鳩山由紀夫氏とか菅直人氏に比べてよっぽどまともな首相だったなとは思ってますけどね、タイミングが悪かったなと、初めからやってればよかったんじゃないのと思いますけどね、いうようなことで、ともかく そういうこと言われてるけども、野田佳彦元総理はですね、安倍晋三ですね元首相との丁々発止の論戦なんかはね、かなり対等にできる、まあ、数少ない立憲民主党の論客の一人なんですね。そうなりますと、例えばですね、これ総裁選があって、小泉進次郎氏が総理になって、臨時国会必ず開かれます。まあ、総裁になって、総理になるのは臨時国会開かないとなれないんですね。首班指名の投票がありますからね。で、その時にですね、通常でしたら、各党の代表室の、まずその前に、小泉なったとしてですよ、小泉総理の所信表明演説があってですね、それに対する各党の代表質問というのがあって、やるんですけどもね、通常でしたらそこまでやって、論戦があって解散総選挙なんですけど、一部の噂ではね、まあ、そうやるかもしれないんですよ、一応一回り各党の代表質問やってから解散総選挙になるっていうのは順当で、まあ一応ですね、マスコミでは今順当にね、11月10日に投開票っていうことで、総選挙が行われるんじゃないのと、10月に多分臨時国会召集されますんで、自民党の総裁選がね、27日だでしたよね、確かね、投開票はね。まあそういう流れになると言うんですけども、一部のですね、議論っていうか、流れてる説だと、自民党総裁選あった後ですね、臨時国会やって、臨時国会開会冒頭、質疑応答なし、所信表明もなしで、いきなり解散総選挙っていうことがあるんじゃないかっていう話もあるんですね。その場合ですね、とですね、まあこれ安住明子さんは、まずないですよと、不可能ですよって言ってるんだけども、10月27日に、岩手県で参議院議員の補欠選挙、例の赤いベンツの女が辞めましたからね、その補欠選挙はあるんですけれども、それと同時になるんじゃないかっていう説も流れています。まあ、そんな形で、なんとなくですね、おとといのですね、小泉進次郎氏の総裁選出馬会見からですね、どうもこれね、構えを見ると、ほぼですね、根回しして、小泉進次郎で行くんじゃないかと、小泉進次郎総裁総理で行くんじゃないかという話がかなりマスコミの中でもささやかれております。マスコミの関係者ね、マスコミの報道では出てませんから。ただね、これもお伝えした通りですね、これ水曜日の安住明子さんをですね招いての配信でもやったんですが、どうもね、小泉進次郎氏の後ろについている菅義偉、前首相と、それから岸田文雄首相のキングメーカーの地位をめぐる争いっていうのも絡んできてるんじゃないかと。そうしますとですね、どうも石破茂陣営が元気になってきてると。元気になってる背景には、岸田文雄首相のバックアップが始まってるんじゃないかという説があるんですね。実際に岸田文雄首相と、最近ですね、石破茂氏は会ってるし、また石破茂氏を推してる中心になってる岩谷武史前、防衛大臣ですね。前だったか元だったか分かんないけどもね、まあ、石破さんと仲良くしてる人ですけれど、この人も岸田総理会ってるんですよね。だからどうも岸田さんはですね、石破陣営に何かしらのサジェッションを与えてると。で、急にですね、ここ 1,2 日で急に石破茂さんの推薦議員が増えたんですね。今まで16人止まりでいつもぶつくさぶつくさ言ったのが、まあですね、一気に昨日の段階で22人になってます。22人確保して、まあ私の知ってるところだったら長島昭久さんがですね、
態度を明らかにして、まあ、私はあの勉強会なんかを石破さんと一緒にやられてた方なんで、安全保障のね、あの長島さん、多分石破さん応援するのかなと思ったら、案の定ですね、長島昭久さんは、今回は石破茂さんをやりますという宣言を SNS でやりました。続いてですね、まあ、これは初めから分かってたんだけど、細野豪志さん。細野豪志さんもね、長島昭久さんや、石破さんと仲が良かったもんですからね、これ行くんじゃないかなと思ったら、細野さんもやりますってなって、これで22人。で、現状ではですね、各候補の支持表明した中で、小泉進次郎さんがですね、22人いるのと、石破茂さんが22人で並んだんですね。で、ちなみにこれよりも支持議員が多いのは、コバホークこと小林隆之さんの 36.5 人、そしてその次が林義政官房長官25人っていうのがあるんですけど、この2人はどうも伸びしろがないんですよね。それから、まあ、首相クラスのバックがついてないんですよ。林義政さんはもともと岸田文雄首相の同じ派閥の宏池会の出身なんですけど、この宏池会の中からほぼ22人ですね、支持を集めて、その他無所属の人が、無派閥の人が2人ついて25人と、いう形になってて、後ろにこう重鎮っていうのはついてません。宏池会の仲間がついてるということなんだけども、まあ、宏池会の中では、岸田さんのライバルであるんで、岸田さんが後ろつくってことはありません。で、また、宏池会自体はですね、もう一人、上川陽子さんって人が出ようっていうことで動いてるんで、これがですね、かなりですね、宏池会の他の人を引っ張って引きつけてるって問題があります。それから、コバホッコと小林隆之さんはですね、甘利明元幹事長、前、経済産業大臣がついておりまして、それから他にですね、二階派の一部ですね、がついてるんですけども、重鎮は他についておりません。で、当初つくと思われた中曽根博文外務大臣、二階派の中のですね、伊吹派の人なんですけども、この方はですね、高市早苗さんの選対本部長になりました。高市さんはちなみに今17人ぐらいかな、16人か17人ぐらいの支持を集めている状況で、おそらくなんとか推薦人20人は到達して出ると思うんですけどね、まあ、河野太郎氏も同じぐらいだけども、この人は執行会、いわば麻生派で、麻生太郎さんが一応後ろについてるんですけども、広がりがないですよね。まあ、私は河野太郎さんは立ってもらっちゃ困るという立場なんで、あまりこう公平じゃない言い方で申し訳ないんだけどね。まあ、そういうことです。でね、あともう一つね、やっぱり自民党の、もう一つ今日感じたのはね、自民党のやっぱり総裁選ってのは後ろでいろんなものが動いてるなっていう話なんですよ。長すぎる？大丈夫？大丈夫です。もうあと5分ぐらいで終わるからね。こういう話ね、大事な時にしとかないと、皆さんにしそびれちゃうんでね、しとくんですけど、小泉、さっき言ったように、小泉進次郎氏の後ろには、菅義偉前首相がついてると。で、石破さんの後ろにどうも岸田文雄首相がつきそうだと。まあ、ほぼほぼつくのかな。で、岸田文雄さんに近いところだとね、平さんっていう方がね、どうもついてるんですね、石破さんの方にね。だから、結構ね、保険かけてんですよ、岸田さんも。それで、小泉進次郎さんの方に実はね、新たな動きがあるんですね、岸田派からもね。何かあったらですね、木原誠二さんが今ですね、まあ、私のさんって言うとちょっと違和感あるかね、木原誠二したね、中北くんね、中北くんはですね、今、斉藤健経済産業大臣、現経済産業大臣も出馬表明して、今5人がですね、支持すると、まあ、本人含めてね、その中に木原誠二氏が入ってるんだけど、どうもね、斉藤さんは今回、総裁に当選するっていう気はなくて、名乗りを当初上げることで、まあ、自分の立場を売るっていうかね、そういう考えも持っていたと。それで、どうも木原誠二氏がですね、小泉陣営とつながってですね、小泉氏がもしね、勝ってた場合は、木原誠二そっちに行きながらですね、斉藤健さんを官房長官の座にするんじゃないかという話まで噂が出てます。これちょっとですね、今、リサーチャーの人に取材してもらってまして、結果がだいたいまとまったらですね、月曜日ぐらいか火曜日ぐらいのですね、
インテリジェンスウェポンのですね、ノートの記事にしようと思ってますけど、まあ、そういうね、まあよく皆さんから汚ねえな自民党っていうのは、すぐそうやってポストで釣るんだからって言うんだけども、これね、でも自民党独特の力学だと思うんですね。やっぱり、総裁選出て、その総裁になった人にとっては、総裁選で味方してくれた人の功績とかですね、年功序列に応じてですね、ポストを作ると。で、味方になり方ですよね。で、結構ね、斉藤健さんと小泉進次郎さんって関係がいいんですって。初当選が同じ時期なんだけど、年が20歳上なのかな。年が20歳上だけど、初当選が同じ時期で、初当選してすぐ野党だったんですよね。小泉進次郎さんと斉藤健さんね。民主党政権の時だったけど、一緒に苦労したっていうことがあって、時々、一緒にお酒飲んだり、相談したりしてる方なんだそうなんですよ。だそういう点でね、そこを狙って木原氏初めから入って、木原氏ってすごいね。それで、木原氏が接着剤になってですね、まあ、木原氏は自分の意思だけじゃないと思うんですよね。もちろん岸田文雄首相の意を組んでですね、そういう動きをしていると。だから、まあ、どっちか、小泉進次郎か、石破茂か、どっちかが勝っていくということの前提の中で、話が進みつつあると。こういう言い方するとね、まあ誰か言うと思うんですけど、青山茂さんを無視したとかいうこと。で、変な話ですけど、青山茂さんのことをですね、私が報道するとですね、いつからあんな男系男子を支持してる、青山茂、茂春で支持するようになったんだ、篠原節操なんやんてコメントいただきましたけどね、なんで報道したら支持したことになるんだよって私は言いたいです。青山茂春さんについてはですね、本当に今苦しいことになってしまいましたが、私はでもね、それでも、ちょっと一つ持ち上げる話と一つ悪いけど、批判的なことを言います。一つ持ち上げることはですね、でもやっぱり真心からですね、味方になってくれた人がいたってすごく貴重なことだと思うんですよ。で、和田政宗さんのこといろいろね、言う人いるけど、和田さんのですね、SNS の発信なんか見るとですね、きちんと政策を訴えたことについてですね、青山さんを高く評価してですね、例のですね、日本の尊厳と国益を守る会ですね、青山茂春さんがやってる会の役員でも何でもない平野会員なんだけども、長谷さんじてですね、泥かぶる役も含めて引き受けたわけですよ、和田政宗さん。私もよく知ってる人で、誠実な人です。お考えが違うからってガチャガチャ言われることがあるみたいですけどね。でもちろん男系男子派だけど、私はそういうことを置いてですね、政治家の主張っていうのは大事、一つ一つ大事に聞いてます。和田さん誠実にやったなと思いました。それから高木圭さん。私もそんなによく知らないけど、東京出身のね、北区の方から出てる衆議院議員だけども、この二人がですね、もう離れずですね、青山さんについたということ。これはやっぱりね、青山さんがやったことに対してそれをきちんと評価して、利害を超えて、自民党の中でね、味方する人がいたってのは、これは、大事にした方がいいのかな。この3人がどう核になって今後ね、青山さんがおっしゃってるようなね、もっともな話も多いと思ってます、私はね。それから、消費税減税の話、もされてます。自民党の中でやるのは非常にこれは勇気がいることだったな。もうこれでもうはっきり言って財務省を敵にするようなことになりますけど、この主張についても和田さんはですね、一緒にやるんだっていうことをおっしゃってるわけで、これは大事にした方がいいなと。でも反面ね、これは青山支持者の皆さんには申し訳ないんだけども、そもそもね、自民党の総裁選って、推薦者が国会議員で20人集めないと出れないんですよ。で、青山さん非常に努力されていて、党員募集なんかではもういつもここ3年間トップですよね。そういう点では地方票出るのかもしれないですね、ある程度はね。ただ、県連とかですね、支部のレベルで、青山さん支持してるって話はあんまり目立った話は聞いたことがありません。まあ、どれくらい票が出るかっていうのは見てみたい気もするんだけど、それ以前にですね、自民党の国会議員の20人の推薦がなければ、推薦がなければ総裁選出れません。総裁選に早くから出馬を表明したって言ったって、俺出馬表明したから推薦してくれよ。もちろん電話してるっておっしゃってます、青山さんはね。でもね、20人取るための戦略ってのがなければ、はっきり言って、これですね、単なる打ち上げ花火になっちゃうんですよ。だからそれはやっぱり政治家としてどうなのかと私は思いますよ。で、NHK なんかに抗議してると。
言うんだけども、まあ、報道関係者にも聞いてみました。私はやっぱりね、出馬表明したら政策ぐらい言うべきだって言って、それはもちろん言わなきゃいけないと思うんだけども、はっきり言って、20人集めるですね、見通しがない人は、やっぱり総裁選出れないっていうふうに見られるんですよ、マスコミからは。だからそういう評価もあるんだから、今更ですね、NHK に抗議しっていうのもどうなのかなっていう気はしないでもないです。まあ、抗議したらいいと思いますけどね、公平な性、報道ではないっていうのは事実だけどね、そういうことよりも、今回もし反省点があるとしたらですね、20人集める戦略どうだったのって、これ考えなきゃいけないですよ。あるいはですね、まあ、おっしゃってる中で、与党でないと何が、いろいろできないっていうけど、与党でなくてもいろんな仕事してる少数派の議員なんていますよ、鈴木宗男とかね。いろんな人がいるわけですよ。だからもう本当に理念がね、自民党と合わないなら飛び出ることも含めてね、やったらいいし、理念が一緒の仲間を集めて外を出るってのも手なのかなと思いますけど、まあ自民党で頑張るってならね、今これどういうふうにやるか、本来ですね、自分の主張に近い総裁候補にですね、の支援に回ると、これ恥ずかしいことじゃないと思うんですね。実態的に、推薦人が集まらない、自民党の議員汚いじゃないかって話じゃなくてね、それぞれみんないろいろ考えていろんな人を支持する、石破さんを支持する人もいれば、高市さんを何としても立てなきゃいけないという人もいるし、加藤勝信さんやっぱりこれ立てなきゃいけないという人もいる、小林鷹之のような若手のね、真面目な二世議員でない人が立っていく必要があるという人もいるでしょう。だからそういう中でね、私なんかからすると、自民党ってなんとなく、これは私の意見ですけど、保守政党じゃなくなってますよね、明らかにね。ぐちゃぐちゃですよ、やってることは。私のあくまで個人の考えだけども、LGBT 理解促進法にですね、先頭に立ってね、実現させたくせにね、皇位継承が男系男子にこだわるってわけのわかんない政党です、私にはそれは。LGBT 理解促進法に賛成でそれがあり得るのかよ。逆に LGBT 法に反対する、あんまり賛成の立場じゃなかったですよね、青山茂春さんはね。賛成の立場どころか、党内反対派だったと思いますよ。和田さんもそうだったと思います。で、男系こだわるっていうのは分かるんですけどね。だったらやっぱり保守本流としてね、きちんとね、もう男系男子だってきちんとした考えを言ってもらって議論したのは私はいいと思ってますから、私は違う考えでもね、非常に今男系男子って言ってる人は無責任な立場だと思います。事実に基づかない単なる俗説をね、岸田首相を先頭に述べてね、126代にわたって男系なんてないですよ、歴史的事実は。そういう議論もね含めてね、やったらいいと思うんですよ。ただなんかごたまぜになってて自民党わかんないですよっていうことですよね。であと、まあ、最後にね言いたいのは、小泉進次郎氏についてもう一言しますとね、すごく議論をね引き起こすと思います。何かっていうとですね、良さそうな政策言ってる反面、やっぱりね、選択的夫婦別姓、これ私はちょっと勉強が足りないんで中立の立場です。中立の立場ですけど、これを推進する立場で、これ自民党の多くの人の中で反対してる人います。これもあるし、それから解雇規制の見直し、解雇規制の見直しと、今日ね、さっき演説言ったのがね、残業のですね、規制も見直してね、残業したい人はどんどんできるようにって言ってるけどね、今の労働体系の中でこれやったら大変なことになりますよ。っていうのは、それこそ親の代、小泉純一郎首相の代に竹中さんと一緒にやったですね、構造改革で、労働法制って大幅にガタガタになっちゃってですね、終身雇用ってなくなったのはいいけど、派遣が主になっちゃって、これが不景気の原因にもなってんですよね。それと同時に労働者の生活が著しく悪化する原因の一つになってます。まあ、それは一部の労働者だけだっていう、人はいるかもしれないけど、だこれ、労働組合としては絶対賛成できないですよね。でこういうようなことも出されているという中で、多分大きな議論をもたらすと思います。それと同時にね、一つ小泉進次郎氏にはものすごい面白いテーマが出てて、これいくつか話題になりつつあるんだけども、例えば北朝鮮との話ですよ。拉致問題の解決の話ね。拉致問題の解決なんて急に言ったってね、小泉進次郎分かってないんじゃないかっていう議論もあります。そうかもしれません。でもね、今最高指導者ですね、小泉純一郎元首相と話し合った親父さん、キム・ジョンイルの息子になってるわけですよ。キム・ジョンウンになってるわけですよ。
で、キム・ジョンですね、私はあれ本物だと思ってませんけど、の代だったら、息子の俺が出てって解決するんだと、トップ同士2代目で解決しようじゃないかと、同じ世代で指導者が解決しようって彼は言ってます、はっきり言って。そういう言い方してますけどね。まあ、これはこれで一つの話題になっていくんじゃないか。でも、私はですね、今出てるですね、政府認定の拉致被害者の奇数が明らかになって、今名前が出てるお二人が帰ってきて終わりっていうことだけはやってほしくないなと。やっぱり、これ、北側もですね、そろそろ踏み切った方がいいんだけどね、もうちょっとですね、実態に合ったですね、特定失踪者含めれば900人以上、私は1000人はいると思うんですよね。特定失踪者にすら認定されてない人がいるんですよ。北絡みで行方不明になった人なんかね。だからそういう問題はね、まず事実関係を明らかにしてきちんとやってほしいとは思うけども、まあ、新たな動きを作ろうと。小泉の2代目ということで新たな動きを作ろうとしていること自体も話題になっていくんじゃないかな。実は岸田総理はですね、支持率が低迷した総理大臣と交渉してもいろんな条件を国内に飲ませることはできないだろうって北朝鮮に言われて、モンゴルで接触しようとしていた北朝鮮側との交渉は拒否されました。これは詳しくまた別にですね、私のインテリジェンスウェポンのノート記事書こうと思ってますけども、これも今まとめてるところです。まあ、そういうのに比べたらですね、親父の時と同じように支持率を、自民党の支持率をぐっと上げて、その支持率を背景に譲歩することもできる指導者であると。譲歩してほしくないですけどね、譲歩してほしくないけど、譲歩もできる可能性もあるし、指導者だということで、北側にですね、交渉に値するですね、トップとしての自分のステータスを誇りたい、示したいというのが小泉進次郎氏の動機にあると思います。まあ、そういうようなこともいろいろはらんだ総裁選だということで関心が高いものになると思いますし、今回本当に今日もびっくりしました。銀座4丁目の交差点埋まってて、普通の通行人がえらい迷惑そうでした。これは都知事選でも見られなかった現象です。明日が石破さんの場合どうなるのかというのはまた比較の対象として楽しみにして、ということで、今日もこれ今日結構この緊急配信大事なこと言ったんでね、ぜひ広げていただければと思います。いいねボタンを押してフィードバックもお願いします。いつもいつもお願いばかりで恐縮ですが、引き続き応援していただくようお願いして今の配信を終わります。どうもありがとうございました。